めんどくせえからって一気に毒かよ、クソ。追いついた。半蔵殿とお見受けする。拙者侍棟梁三船と申す。解毒だ。すぐに奇襲部隊員を医療班のところへ運ぶぞ。切られたくなくばわしの間に入るな。お前が三船か。それでも侍か。忍びに組みしたわけではない。我らが忠を尽くす者は遥か昔より同じ。ないぞ。分かってるな、勘九郎。どうでしょう。そんなことより半蔵は毒の三将を操る。誰を相手に戦っていたか知っておろう。忍び五大国相手に遠慮など。僕は行くよ。固い。どうは今のをよくか。そう睨むな。かつてわしも和を目指し。捕らえろ。悪いが体が勝手に逃げおる。侍はもはや役目を終え、我への忠もなく金で言う。だがその忍びさえ淘汰され、死ねば何も残らぬ。これより先は一切忍術は出させぬ。今度こそ消してやる。残念だがそれはできぬ。最初の人たちであれほど強かった貴殿がなぜやられ家内とは。自分の死に様も覚えておらぬのか。何やつだ、このわしをここまで。どうなっている。団蔵と手を組み俺たちを裏切り、かつてはあなたを尊敬していた。だがそして今やなぜこの俺に負けるのか、それすらも分かっていない。なんだというのだい。お前のざれ言はもういい。見続けた刀は名刀となり受け継がれ残っていく。そして信念を貫き身を削り、歯に一切の汚れがない。立ち筋が早すぎるのか。歯は血で汚れ錆びついた生蔵でござる。貴殿はわしを忘れていたが、拙者を切った去り際に何と言ったかも覚えては。三将魚の毒だ。もちろん鎌にも塗りつけてある。黒三将魚が一匹いた。そいつが死んだ時、子供だった俺の体に、俺は呼吸だけで周りの人間に毒をかけることができる。それを外さぬ。そうすることも多々あるが、それにはリスクもあって、ガスを吸い込むと耐性のある俺自身でさえその強すぎる毒でやられ一つ言っておく。人が終わる時は死ぬ時ではない。投げ捨てたお前の仲間たちのことを言う。三三王の反動。いやお前はその身を盾に皆を守ろうとし、侍の仲間には手を出すな。解毒薬だ。人に信念があるかどうかは外見からでは判断がつかぬといったがないわけでもないが、信念を貫くことは難しい。確かめるはずの貴殿が本当に信念を捨ててしまったのか。かつて説明したな、三船。お前は下がってその隙を狙い、わしを封印しろ。どうやらお前には三船、貴様に。わしの信念を託す。来てる。自害。ならばここから自動的に自我のないモードに入るだけだ。隠れて己の身を削ることなく、人をただ人形の一コマのように操って。貴殿は拙者が英雄として語り継ぐ。